アレンカ・ゴタル。ヘルシンキでの2007年大会にて。レベカ・ドレメリ。ベオグラードでの2008年大会にて。スロベニアのユーロビジョンソングコンテストでは、スロベニアにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。スロベニアは1993年大会で初めて、独立国としてユーロビジョンソングコンテストに参加した。 その後2019年までの間に前年までの低得点のために参加を認められなかった1994年大会と2000年大会を除いて毎年参加を続けている2019年までの間にスロベニアが最も高い順位を上げたのはダリア・シュバイゲルがプリズルーニーで参加した1995年大会と ヌシャデレンダがエネルギーを歌った2001年大会で共に7位であった。しかし2004年大会で準決勝が導入されてからはスロベニアの順位は低迷した。2004年から2019年までの間10回は準決勝止まりであった。この間に決勝には4回進出したが最も高い順位であったのが2011年大会の13位であった。 スロベニアは1961年大会から1991年大会まではユーゴスラビア連邦の一部としてユーロビジョンに参加していた。ユーゴスラビア連邦による27回のエントリーのうち4回はスロベニアのアーティストであった。ユーロビジョンのスロベニア代表を決める国内選考は絵まであり、ユーロビジョンと同様にスロベニア国営放送によって スロベニア国内に放送される。スロベニアから高得点が送られた国々、スロベニアに高得点を送った国々、中、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。